はい、皆さんおはようございます。ベンチャンネルです。はい、本日は4月12日金曜日、今現在は、午前5時33分です。今現在のミラバンの走行距離は119,179かな、あ、6キロです。はい、皆さんおはようございます。ベンチャンネルです。いつものね、会社迎える途中にコンビニ寄って値下げ商品を見たり買ったりしている動画になっております。今現在のこちらの天気は、曇ってますね。曇りのちの晴れの予報になっております。気温も18度ぐらいまで上がるっていう予想なんですけども、なんかまだ寒いですね。今週は今日仕事頑張れば、第2週なので土日とお休みになります。来週からお仕事が、結構ハードなお仕事が入っております。それではね、今週最後のお仕事、頑張っていきますかね。それではね、まずはね、毎朝のルーティンなんでね、これから出発しましょう。それじゃあ皆さん、パンツァーホー。それでは出発します。はい、まもなくね、一番最初に行くコンビニ L に到着します。東の空はすごいどんよりした曇り空になっております。こちら風もね、いくらか吹いておりますね。今現在の時刻は、午前5時40分になります。はい、いつもの一番最初のコンビニ L に到着しました。お客さんの車はいません。それじゃあ見てきます。はい、値下げ商品見てきました。いや、今日はね、結構いいのがあったよ。まずはね、飲み物かな。まあ有名メーカーのカフェオレが半額。この円錐型のね、紙パックのこのね、カフェオレ円錐型のね、紙パックのこれがね、2つ半額。それとキムチかな。うん、ちっちゃい2つついたやつ、一体化になってるやつがキムチ。ああ、
半額マークね、なんか気持ちね、こういうちっちゃいサイズのね、これも、2つ、あとね久々にね食べたいなと思って半額がね2パックって言った。これは電子レンジでチンする温めるタイプ、うん、こてっちゃん、うん、半額、これ2パックあった。これは夜のねおつまみにもいいかなと思って、買ってきました。結構今日はねありました、おかずが。それではね出発しましょう。
ょっとね、コンビニ7の方にちょっと見てきます。ここはね、値下げ商品はないのでね、通常の商品になっちゃうんですけども、ちょっと栄養ドリンクでも買ってこようかなと思ってます。はーい、ちょっとね、通常のしかないんでね、よいしょ。今現在のね、時刻はちょうどね6時になります。皆さんおはようございます、ベンチャンネルです。ね、毎朝のルーティン、コンビニを巡りしながら会社へ向かう動画になっております。一番最初はね、いつものコンビニ L に買ってきまして、半額の、おかずをね、買ってきたり、飲み物買ってきしました。今現在はね、コンビニ7の方に到着しまして、ここは値下げ商品がないんですけれども、ちょっと栄養ドリンクを買ってきます。さあ、それじゃあね、会社へ向かいますか。毎朝のルーティンは終了したいと思います。まあ自分はね、今日仕事頑張れば明日明後日、お休みなのでね、まあ気をつけて、お仕事したいと思います。皆さんもね、安全運転でね、気をつけてね、お仕事など行ってきてください。それじゃあね、毎朝のルーティンを終了したいと思いますね。じゃあご視聴ありがとうございました。ぜひよかったらご登録よろしくお願いします。それじゃあ皆さん、またねー。